速報です。謎に包まれたカラフルな嵐が20年間にわたって勢力を増しながら東京に向かっています。嵐を見た市民が至る所で突然踊り出しているということです。気象学者によりますと、この現象は J-POP グループ嵐の影響ではないかと見ています。彼らは新たな旅に向けて準備をしているということで、引き続き情報が入り次第お伝えします。今中継がつながりました。嵐のライブ映像が入ってきました。Flying with us, we hope you enjoyed this flight.